坂本貯水地防強立州系の、非防強立州系の石踏東の川地区とは、新流川水系北山川支流の東の、川流域の省で、大台が原山南独に位置する。奈良県吉野郡上北山村に属し、東は三重県尾鷲市に隣接している。かつての集落は、ダム建設に伴って水没し、残留した住民は、 ダム湖畔の大体地などに移転したが次第に減り、集落に残っていた東の川間郵便局も2005年に廃止された。流域面積は約95平方キロメートルで上北山村の南東部約3分の1に相当する。V 字型の深い峡谷を成しており、北には大台が原山がそば立ち、それから伸びる大高山脈の 本脈子脈に刺繍を囲まれた閉鎖性の強い隔絶地である。古くから一時的な雷王はあったものの人が永住するようになったのは古文書から江戸時代初め頃と推測される。北山郷神の小瀬村、土地元村、西の村などからの移住がありそれらの村の枝材となっていた。文政13年以降親村からの独立を五条大官に 再三上訴したが東の川村として独立することはなかった。昭和30年国勢調査では個数91個、人口375人。東の川の下市に下流から大塚、坂本、出会い、古川、宮野平、五味出口という集落があった。昭和13年頃以前は最上流に木組という集落もあった。行政上は、 上北山村の北山川本流域にある白川、今年、河合、西原の4大技に分属し、飛び地となっている地域もありそれらが複雑に分布しているが、地理的に一区域を成しているゆえ、東の河区と称して4大技と同様に扱われ、中心地の宮の平には神社や小学校、中学校分校、簡易郵便局などの公共施設も設けられていた。 坂本ダムより上流を望む熊野川、電源開発計画により、昭和36年に坂本ダムが完成。細長い人造湖は、約10キロメートル余上流の薬師温泉まで及び、坂本より、上流の全集落が水没した。また、下流の大塚も昭和40年に、北山川本流に完成した、池原ダムにより水没し、東の川地区全集落が水没した。 坂本ダム春工前年の昭和35年には、東の川地区133世帯全人化の、転住先が決定したが、新宅地の増築により東の川に残留するのは17%の23世帯に、過ぎずこれらの人々も新宅地ができるまでは、大和瀬方面などに一時転住していた。上北山村内への転出者は、東の川残留も含めて32世帯23%で、 あるのに対し追わせしへの転出者は53世帯40%を占めた。ここでは、水没前の集落について下流より、順に述べる。東の川間郵便局東の川省中学校、水没直前の昭和36年8月現在、ダム及び林道建設事業関係の従業者以外で、地区に居住するのは、旧宮の平から上方にできた林道沿いに移った。 雑貨店、宮野平の振動の髪型に残る、養蜂家、尾瀬に通じる振動に沿う古川谷上流の、名古瀬に、古川から三林事務所とこれに勤める人家一個が来住した計三個のみ。移転後の求人家の一部は、工事従業者の宿舎となっていたが、昭和36年6月の集中豪雨による出水でほとんどが流出。 坂本ダムは同年末に完成し貯水。その後残留者の新居は、宮の平上方に十数個、新室口端に沈め付近に数個増築される。あぜた水山の和州吉野軍軍三期では、和州吉野軍北山荘の木において、次のように記されている。北、山川源は、大大山羊猿三滝より出て、坂本を経て、大塚にで、貧乏谷と合わし、 大瀬にいたり、西川と返し、安鶴に、東川、池原村にいたり、西川と返すという、ひなり。大瀬村に出合わす。東の川は、大大山東の滝、中の滝より出る水、東川村に返し、河合村の東南二里にして、坂本村あり。その中に、大塚村あり。その下、大瀬村あり。坂本、大塚より落ちる水。 大瀬にて西川と開始、北山川となる。現在北山川本流とする川を西川と記し、東川と西川が合流して北山川となるとしているが、東の川の方を本流のように扱っている。東の川 PP1 から3、東の川 P31、東の川 PP68 から80、東の川 PP3 から5、 東の川 PP54 から56東の川 PP58 から59日本郵便奈良県の郵便番号以下各集落の特色については東の川 PP37 から50学校の臨時校舎については東の川 p 6 2おわせ作動については東の川 P30 この遺跡発掘調査は 昭和36年8月25日に実施された。東の川、PP63 から67薬指導については、東の川、PP184 から186、東の川、PP61 から62、和州吉野軍軍三期、その当サロト生物賞 PP146 から147東の川最上流、大台が原塩からだに、 ありがとうございます。